マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤澄香です。ダイエット効果の高いリンゴ酢、どのように飲んでいらっしゃいますか？どうせ飲むなら、さらにダイエット効果を高めたいって思いませんか？そこでこの動画ではダイエット効果を高めるリンゴ酢ドリンクの簡単なレシピがわかるんです。このドリンクで1日も早く痩せたい方はぜひ最後までご覧くださいね。テーマはこちら、材料2つだけ痩せるリンゴ酢ドリンク、お伝えしていきます。動画の流れはこちらです。1つ目、リンゴ酢のダイエット効果について、2つ目、材料2つだけ痩せるリンゴ酢ドリンクレシピ、お話ししていきますね。では1つ目の項目です。リンゴ酢のダイエット効果について詳しくお伝えしていきます。まずリンゴ酢は脂肪をどんどん燃やしてくれる効果が高いですね。その結果代謝が上がって、こちら脂肪がつきにくくなる体になれます。でまた太るもと血糖値の急上昇をぐっと抑えてくれる効果がありますから、特に食前に飲むのがおすすめです。ところがですね、いろいろ聞かれることがあります。先生って、リンゴ酢以外のお酢だったらダメなんですか？っていう質問です。でね、ダイエット目的でしたらやっぱりおすすめはリンゴ酢が一番なんですね。なぜかというと、こちら酢酸の働きが一番強いのがこのリンゴ酢なんです。そのことでどうなるかというと、あなたの腸がどんどんね元気に動いてくれる、要するに腸の蠕動運動が活発になって、どんどんそのことでね代謝を上げることができますよってことです。そしてなんといってもね、満腹感を得やすいのがこのお酢です。なので暴走する食欲を事前に抑えることもできます。そしてね、ここも大事ですよね。痩せたけれどもむくんだまま、これいかがですか？嫌ですよね。やっぱり見た目もすっきりしたい。そこでこのリンゴ酢ドリンクを飲むことで、あなたのむくみも改善。なぜかというとカリウムが豊富だからなんですね。こういったさまざまなダイエット効果があるリンゴ酢を上手に使って、健康的で綺麗に痩せていきましょう。ではここから2つ目の項目です。材料2つだけ痩せるリンゴ酢ドリンクのレシピですね。そして最後に効果的な痩せる飲み方、注意点についてお伝えしていきますが、ぜひ最後までご覧ください。ではまず材料です。もうね、こちらを使います。先ほどねリンゴ酢使いますよって言いました。でもう一つはここです。無糖の炭酸水を使っていくんです。でこのね、なんで普通のお水と違うのっていう、その違う点ですね、ポイントをチェックしていきましょう。まずは炭酸水であることで、あなたの腸内環境がより整いやすくなります。なぜかというと、まあ、リンゴ酢もそうでしたが、炭酸もね実は腸が元気に動き出す元になるからなんです。この蠕動運動が活発になるのがこの炭酸水なわけですよね。でまたね、炭酸ガスが体内に入ることで消費エネルギーがねアップするわけです。お体がどんどんね燃えやすくなりますよということ。そしてなんといっても疲労回復効果もありますし、カロリーゼロというね、これすごく大事なポイントですよね。なのでここがポイント、無糖の炭酸水ですよ。甘い味付けやいろんなフレーバーが入ったような添加物たっぷりの炭酸水はもちろん太るからダメです。ここで使う材料っていうのは無糖のもうピュアのね 100% の天然水と二酸化炭素が入ってるだけの炭酸水選んでくださいね。ということで次です、レシピですね。こちらリンゴ酢の炭酸水の作り方です。材料1杯分です。無糖の炭酸水が 200ml に対してリンゴ酢が大さじ1、これをね軽くさっと混ぜるだけでもう出来上がりなんですけれども、ここでも注意です。この無糖の炭酸水、できれば天然水を使った炭酸水がベストです。そしてここも大事、リンゴ酢痩せますよって、痩せる効果高いですよってお伝えしましたが、実は太るリンゴ酢もあるんです。でそれがどんなリンゴ酢かというと、これまたね炭酸水と一緒、添加物がたっぷりのリンゴ酢を購入してはダメですよ。例えば甘い味付け、人工甘味料とか香料とか、簡単にストレートで飲みやすくなってるようなリンゴ酢はダメです。でじゃあね、どんなリンゴ酢が痩せるんでしょうか、これ選ぶポイントがあります。もう簡単、裏の
リンゴ酢のね原材料をチェックしてみてください。そこにたった一つだけでできているリンゴ酢が痩せるリンゴ酢です。で、なんて書いてあるかと言いますと、リンゴ果汁 100% のみ、これたった一つだけでできているねリンゴ酢を選んでください。そこさえクリアできればどこのブランドのものでもそこまで気にしなくてもいいと思います。ではこのようにダイエット効果が高いリンゴ酢の炭酸水の効果が分かったところで、具体的にどのように飲むとさらに痩せる効果をアップすることができるのかっていうそのポイントについてお伝えして終わりたいと思います。まず痩せる飲み方というのがあります。ここで重複しますが、もうとにかく無添加無糖の材料を選ぶの、ここが大前提ですよね。でそして例えばですね、まあ、炭酸といえばこう冷たくキンキンに冷やしてねグビグビ飲む方もしかしたらおいでかもしれませんが、痩せるためにはやめましょう。じゃあね、どうしたらいいのかっていうと、せめてですね常温で飲んでください、うん、冷やしたもの冷たいものをねお腹に入れてしまいますと腸が動かなくなります。でね、体が冷えると代謝が落ちてますます太っちゃう、もう悪循環ですよね。ですから飲むときはこの、まあ、ドリンクに限らず痩せたければ常温かホットで飲みましょうですね。そしてポイントは、食前に飲むと血糖値の急上昇を抑えてくれるわけですから、食事をとった時にね誰だって血糖値上がります。その時にしっかりと事前に防止しておくという意味では食前がおすすめです。ただしもし今あなたがですねちょっと胃の調子が悪いとか、うん、あまりにもお腹ペコペコもう何時間も開けてきたっていう時にいきなりこのリンゴ酢炭酸水を飲んでしまうと、もう胃とね腸がびっくりしてしまって痛む場合がある。なのでそういったシチュエーションの時は飲むのを食前ではなくてお食事中でもいいですから、臨機応変に対応していきましょう。さあ、いかがだったでしょうか。今回の動画まとめポイントはこちらです。まずはダイエット効果高いリンゴ酢を使うことでしたね。そしてどうせ飲むならお水もいいんですけれども炭酸水を使うことでさらに腸の動きを良くしてダイエット効果を高めていきましょうでした。選ぶポイントは無添加の材料であることでしたね。もう簡単です。もう材料たった2つだけ、いつでもどこでもできます。なので今すぐ始めてみてくださいね。そして体質改善も含めてポイントはね、だいたい 3,4 ヶ月は毎日飲んでみましょう。1日 1,2 杯程度までで収めましょうね。さあ、この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録いただけますととっても励みになって嬉しいです。またコメントもいただくと本当に励みになっております。よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。